こんにちは、証拠キチャンネルです。今回はね、少し黒く変色した前歯ということで動画を撮っていきたいと思います。僕ね、1ヶ月くらい前に歯磨きをしている時に、前歯、1本がね、少し黒く変色しているのに気づいたんですよね。はい。で、その歯っていうのが、これですね。この歯ですね。はい。で、その1ヶ月前にね、歯磨きしてた時と、その変色の度合いっていうのは、今とね、そんなに、変わってないんですよね。はい。1ヶ月経ってもね。はい。で、僕、その2、3ヶ月くらい前かね、毎日歯磨きするようにしてたんです。するようになったんですけどね。それまではね、週に2回ぐらいしか、歯磨きをしてなくて、それが原因なのかなっていうふうにも思っているんですけどね。はい。とりあえずは今のところはちょっと様子を見てね。結構ひどくなるっていうか、この変色がね、ひどくなるようであれば、歯医者に行こうかなっていうふうに思ってますね。はい。終わります。